はい、こんばんは、タカです。最近株はずっと買われています。ドルも最近ね、ドル高の流れが続いています。昨日から円の売りも出ています。金は昨日大きく売られました。いろいろ状況が変わってきていますんでね、そろそろ大きな流れっていうのが出てくるのかもしれませんね。こちらがドルインデックス1時間足のチャートになります。ドル売りの流れというのがずーっと出ていましたけども、現在はその流れは止まっていると見ています。底値圏でのレンジ相場。現在期間にして3週間ほどですかね、レンジ相場が続いています。現在はこの枠の高値付近、抜けることなく今はね、少し反発していますけども、これで頭を押さえられたと見るのは少し早いと思います。短期的にはこういった上昇のトレンドというのも見えていますので、チャート崩れなければもう一度高値を試すような展開も十分あり得ると思います。この枠から上に抜けてくるような形になると、ドル買いの流れさらに加速するような形にもなるかもしれません。そのあたりは注意はしていきたいですね。今のところはこの枠の高値圏、この高値圏でのさらなるドル買いという流れを注目しています。はい、こちら通貨の強弱チャートになります。今日の注目はやっぱりこの円だと思います。昨日のこの円売りという流れですね、この流れの継続があるのかどうか。東京時間が終わってから少し流れが出てきていますけども、この程度の動きでは少しまだわからないですね。このあたりは夜に向けて再度流れを見ていくことになるかと思います。はい、こちらドル円の1時間足日足を重ねています。ドル円に関しては昨日大きな動きが出てきました。この下落に対しての戻り売り、足場からしっかり下に抜けているということで、こういったトレンドを見ていたんですよね。ただこの流れなかなか下がらずに、ここで持ち合いを作っていました。この戻り売りの勢力に対して何かしらの買いの勢力がいたということになります。はい、これね、週足を重ねてみました。そうすると週足はこの辺りでサポートが見えてきますよね。同様に月足もこの辺りにはサポートがあります。日足の下落の流れを見ているベア派に対して、週足や月足を見ているブル派、このブルベアの攻防がね、この辺りで起こっていたんですけども、昨日ここを上に抜けてきました。流れとしてはベア派の敗北、ブル派の勝利ということですね。つまりこの一番底、ここを起点とした上昇トレンドが新たに生まれたということになります。ただこのベア派もまだ諦めてはないんですよね。最後の戻り高値がここにあります。抜けない限りはどこかで売りという形を見ることができますんで、短期的なこの青い上昇トレンドの勢いが止まってしまった場合、当然また売りが入ってくるということになります。ただ日足で見ていくと、昨日ブレイクしたこの日足の高値をさらに更新していますので、この上昇の流れというのがね、継続しているのがわかるかと思います。ただこれ日足になりますんでね、この足は閉じるまではわかりません。ただまあ上昇の流れは出ていますんでね、まずはこの流れを追っていくことにはなるかなと思います。ひとまずの目標はこの戻り高値、もうすぐ目の前ですけどもね、ある程度目標というのが定まってますんで、まずはそこに向けたトレンドというのが出てくるんじゃないかなと見ています。はい、こちら15分足4時間足を重ねています。4時間足、波で見ていくと昨日からの流れがはっきり継続しているのがわかります。この上昇の流れというのが一つポイントになったんですけども、この流れ以降ね、安値を切り上げるような形でずっとトレンドが出ています。なので、まあ短期的な目線で見た場合、売りの目というのはまだ見えてはこないですね。少し上値が重いかなといった形にもなってはいますけども、ただこれ高値を更新し続けていますんでね、まずはどこかで買っていくという流れを見ていくのがいいのかなと思いますね。売り目線で見ていく場合は、まずはこの押し安値、ここを割っていかないとなかなかそういった形にはなっていかないかなと。昨日からの流れの継続というのをまずは見ていきたいですね。はい、こちらユーロドル1時間足に日足を重ねています。ユーロドルに関してはね、このすぐ下にある 1.17、 このサポートに今かなり近づいています。この流れをね、少し今僕は気にしているんですけども、普段ね、僕は重要なラインを抜くためにはそれなりの時間、形というものが必要になることが多いという話ね、よくすると思うんですけども、このユーロドルのチャートを見た場合、重要なラインというのはこの 1.17、 ここを割り込めばね、大きなこの上昇の流れの反転が見えてきますんで、すごく大事なラインということになってきますけども、日足で見た場合、この底値圏でね、しばらく動きが止まっているんですよね。まだわかりませんけどもね、この辺りでもしかしたら日足レンジを作ってしまうかもわかりませんね。そうなってくると、重要なラインの手前で作るレンジ、抜くための足場と見ることもできます。もちろんこれね、サポートされて上の流れというのも見ていくことできますので、現状はまだわからないんですけども、すごく大事なところで持ち合いができ始めてるなといった感じはします。すぐに抜けてくるかと言われるとね、これはまだレンジが足りないような気もしますので、まずはね、このラインの上でできるこの小さなレンジというのを意識していきたいなと思っています。はい、こちら15分足4時間足を重ねています。波で見ていくとここには波の頂点が見えます。
この頂点から下に抜けてきた相場、トレンドがしっかり出ています。ここで戻り高値ね、抜けそうだったんですけども、なかなか抜けない。結果今日はこの安値を更新してしまっている形になりますんで、この下落の流れ継続といった形で相場の方は見ています。なので今短期的にこれ戻っていますけども、この戻りに関しては上昇の流れが止まった場合ね、どこかで売りを狙っていくということになりますね。ただ今はかなり勢いがありますんでね、もしかしたらこのまま高値を抜けていくことになってくるかもわかりません。そうなってくるとこの戻り売りというのは失敗ということになりますので、逆に上昇の流れに弾みがつくことも十分考えられます。上位足で見たように今この下はレンジで見ていますんで、抜けてしまえば当然トレンドは出てくる可能性ありますよね。なので、まあ、今のところ短期的には売り目線では見ていますけども、勢いがあるときにわざわざ売りを狙う必要はないのかなと思っています。もっと小さな流れを見てもいいと思います。トレンドが崩れたときに、まあ、売りを狙うという感じですね。はい、こちらユーロ円1時間足に日足を重ねています。直近見ている通貨ではこのユーロ円が一番強いんですかね。トレンドがはっきり出ていますし、全然崩れる気配がないですね。今日もこの高値を更新していますので、もちろんこの日足ね、閉じるまで分かりませんので、引けまでにこの上値を抑えられるような形になってしまうと、今度は高値を2回試したけども抜けなかったという形にもなり得ます。まあ、そうなったとしてもね、この上昇トレンドの高値圏でのレンジ相場という見方変わりませんので、まあ、チャートはそれでも強いんですけどもね、高値圏での売りというのは意識はされてくるかなと思いますんで、現状のこの高値を抜けた場所で、まあ、相場の方がキープできるのかどうかですね、日足の終値に注目かと思います。はい、こちらポンドドル1時間足に日足を重ねています。このあたりユーロドルと似たような感じなんですけどもね、下にサポートが見えています。 1.30 の少し上、もしくはねこの日足のレンジとして見てもいいかもしれません。この上昇トレンドの高値圏でのレンジの調整ですね。今のところ動きがないので、まあ、買いとも売りとも言えないような状況続いているんですけども、まあ、もうすぐ下にねこれサポートがありますんで、ドル買いの流れがもし起こってしまうとね、これ下に抜けてしまうということも十分あり得ます。そうなってくるとずっと続いていたこのドル売りの流れによるこの上昇トレンド、この流れが一旦反転する形になりますんで、このサポートに関してはずっと注意はしていかないといけないなと思いますね。今日も安値試すような場面ありましたけども、なんとかサポートはされています。大きな流れを見ていけばね、この上昇トレンドがやっぱり見えてきますので、現在はそのトレンドに対する調整の流れ、調整が終わればね当然再度上の流れを見ていくことになります。上の流れを見ていくためにはこの 1.30、 ここはサポートされないといけない。割り込んでしまうと少し大きな流れに変化が出てくることになりますね。はい、こちらポンド円1時間足に日足を重ねています。昨日の日足、このレンジから抜けたかどうか判断すごく難しかったんですけども、僕はこれね抜けていないと判断していました。ただねもちろんトレンドは上に出ていますので、今日ですねこの日足が上に抜けてくるのかどうか、そこを見たかったわけですけども、まあ、現状この日足を見ていくとね、これはもう上にブレイクと見てもいいかと思います。ただしこれね、まだ日足になりますんで閉じてないんですよね。今日の終値がどこになるかで大きく目線も変わってきます。まずは終値ですね。この日足が上に抜けて引ければこのポンド円に関しては上昇の流れをねしっかり見ていくことができるようなチャートになってきますので、まあ、明日以降期待できるかなとは思いますね。はい、こちら5ドルドル1時間足に日足を重ねています。これ5ドルドルもね下のサポートがやっぱり気になってしまいます。 0.71 ユーロドルもポンドドルもこの5ドルドルももうすぐ下にはサポートがあります。まあドル中心の相場と見てしまえばねそうなのかもわかりませんけども、少しでも大きなドル買いの流れというのが出てしまうとね、このサポート一気に割るような形というのもあり得ると思いますんで、ドルの動き動向はやっぱり注意はしていきたいですね。この5ドルドルも今かなり際どいところにはいると思います。はい、こちら5ドル円1時間足に日足を重ねています。円が弱いということで、まあ、5ドル円はやっぱり強い形出ています。ただこれでも朝の状況から変わってないんですよね。やっぱり高値を抜けきらない。流れを見ていくためにはね、まずはこの高値抜けていかないと買うにも買えないですよね。だいぶ円の売りという環境出ていますんでね、環境的には後押しがあると思います。そういった環境でも抜けきれていないというのがこの5ドル円の現状。安値も切り上げていますんでね、まあ、売りをどうこう考えるような環境ではないですけども、クロス円の中ではこの5ドル円の買いはねやっぱり注意はしていかないといけないかなとは思いますね。はい、こちらポンド円15分足に4時間足を重ねています。これ抜けるかどうかねかなり際どい場面だったんで、少し時間を置いてね様子を見ていたんですけども、やっぱりなかなか抜けれないですね。日足をブレイクしたと見ていくためには少なくともこの辺りで引けていく必要があるかなと思うんですよね。今目の前にあるこの壁、どれぐらい高い壁かは分かりませんけども、
もし抜くつもりがあるんであればね、この壁の手前でレンジ相場を作るような形になってくるかもわかりませんね。そうなってくると、日足は高値をブレイクした形にも見えてきますので、明日以降の流れにつながる可能性も出てきます。今日すぐにね、このトレンドの結果が出るとも限りません。明日以降の流れの継続も一応考えながらね、このチャートは見ていきたいですね。逆に昨日のように潰されてしまうとちょっと雰囲気は悪くなってしまうかなとも思います。はい、こちら15分足4時間足を重ねています。波で見ていくとどうですかね。まあ無理やりトレンドを見て見れないことはないと思いますけども、僕の中ではこれもレンジ相場なのかなと思ってしまいます。であれば今はこのレンジの高値圏に近づいている、ここでロングをするのはどうなのかなと思ってしまいますね。上位足を見たようにショートをガンガン狙っていくような環境でもないと思います。なので、まあ、ロングは狙っていきたい。円が弱いということで、クロス円のロングを狙いたい。そういった中で、この5ドル円というのは候補からは外れてしまうかなと。もちろんね、これ抜けてくればまた話は変わってきますので、その流れが出てくるのかどうかですね。結果を見てからトレード、判断はしていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、円売りの流れというのがはっきり出ていますので、5ドル円を除いてしまえば、クロス円はね、とても元気です。ロングを追いかけていってもいいかと思うんですけども、一方、ドル買いの流れに注目していくと、ドルストレート、どの通貨を見てもすぐ下にはサポートが見えてきます。このサポートを割り込んでしまうかどうかで大きく流れ変わってきますんで、ドル買いの流れには要警戒。こちらね、今のドルインデックス1時間足のチャートになりますけども、やっぱりこの枠から上に抜けてしまうような形、まあ、こういう形が起こってくると、ドル買いの流れに弾みがつくことにもなってくると思います。今はこの枠の高値圏、ちょっとしたドル買いが起これば大きくその後の状況変わってくることにもなりかねませんので、ドル買いの流れ本当に注意はしたいと思います。今回は以上になります。各通貨の大まかな環境認識なんかはね、朝の動画で話をしていますので、概要欄の方にリンクの方を貼っておきます。それでは今夜も頑張っていきましょう。